皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。これまで、俺のね、接種施策である学校でやった怖い話 S の実況を見てくださり、本当に、ありがとうございます。ちょっとね、もう2000何年もう、デビュー当初あたりから始めて、まあ、今に至るわけなんですけど、まあ、視聴者からは多分ね、もう、まだ終わってねえのかよ、みたいな感じで思われる、まあ、その学校であった怖い話 S なんですけれども、なんとですね、あと、2話、まあ、ちょっとね、前編後編とかに分かれてしまうと思うんですけれども、あと2話で学校であった怖い話 S を完結していこうと思います。はい、ね、ちょっと長々とやって、いるゲームなんですけれども、ね、ついにね、まあここで終わりをつけることになりました。ね、長く愛されているゲームなんですけれども、まあちょっとね、俺としてもね、長くもっとやりたくて、まあね、他のね、話で、別のエンディングみたいなものも、いろいろとまだ見てないものもあるんですけれども、そちらに関してはですね、まあ、実況本編っていう形ではなく、こう、学校であった怖い話 S 外伝という形でお届けしたいと思います。まあ、これに関しては本当不定期な感じになると思いますので、ね、普通の実況プレイとは本当におまけっていう感じの形でやっていきたいと思いますので、どうか、ね、これからもね、学校であった怖い話 S、そして学校でやった怖い話 S の実況プレイの本編2話の最終回の方もぜひ見てください。ね、まあもちろん今回の学校であった怖い話 S 見てほしいんですけれども、チャンネル登録していただけると他のね実況プレイの方も、ね、やっておりますので、どうかそちらの方もぜひぜひ、ご視聴よろしくお願いします。はい、というわけでね、本当にありがとう学校であった怖い話 S っていうのはもう最終回で言いたいんですけれどもね、どうか、そちらのね最終回第2話ね、男の子編と女の子編の隠しシナリオなんですけれども、どうか見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、今後のね学校であった怖い話 S どうなるかっていうことについてのお話でした。それでは、バイニャラー。